アーブル盛況もなんだって、なんだって。トン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 。ここの時刻予報はなんかメルヘンチックだな。チャランチャンチャランチャランチャ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 ランチャンチャランチャン。あけみランプ、あけみモンターナ、モントーナゴのモント、チル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 。何から何か降ってる。それは僕は左へ行けなます。はい、急に喋りますそしたらね、今日は私手抜きグラタンにします。なぜかっていうと、はい、ここ川よグリーン牧場はですね、搾りたての牛乳があるんですよ。なので、なんか横でうんうんって聞こえるんですけど、なんでしょうかね。鳥かなんかかな、獣かな。この牛乳を使ってね、簡単グラタン作っていきます。はい、バターを入れます。そのスキレットはいつもの DCM のアルミスキレット18センチです。ベーコン、賞味期限切れたベーコン入れます。何わって、大丈夫だよ。何よ、全然。賞味期限っていうのは賞味期限なの、誰かが勝手に決めただけなの。いや、どの瞬間からもう生きてるものは衰えるんだよ。そのこの世に生を受けた瞬間から衰えるの。いや、どの瞬間からもう生きてるものは衰えるんだよ。そのこの世に生を受けた瞬間から衰えるの。アーブル盛況もなんだって、なんだって。衰え始めたっていうことは、なんつってたの、全然聞こえない。ということでね、キャンキャンが今日も何かね、私に文句つけてますので、賞味期限についても、これは自己責任です。あくまでも自己責任で食べますので、はい、キャンキャンにはあげません。でも牛乳は新鮮ですそうそう、そういうこと、正解正解です。ちなみに今はほっかむりしてません。もうね、まあ、それなりに、それなりに入れておきますよ。はい、はい、まあ、こんなもんかな。あ、入れちゃった。多分ね、大さじ2ぐらいだと思う、この量は。主婦の勘。はい。ちょっとどんくらいかな、様子見ながらやります。もうちょっと入れといて。マカロニサラダですはい、これがね、うちの母親がね、よくやるんですよ、このマカロニサラダグラタンね。普通にグラタンです。チーズたっぷりめに。実はね、はい、 DCM アルミスキレットもう一個買いました。じゃじゃん。はい、これでいきます。
本当はね、普通のスキレットの方がおそらくいいのは分かってるんですけど、手入れがなぜめんどくさい。私はやりたくない。なんでもね、手抜き。主婦になると手抜き。はい、これで、あと、下に入れてしばらく、放置です。私ね、今日ね、氷忘れてきちゃった。だけどね、割らなきゃいけないものしか今日持ってきてないんですよ。ほんとアホ。結局、冬キャンプ終わって間もないので、氷をね、持ってくる習慣がない。ありがとうございます。あ、そのサイズなら全部。ありがとうございます。ほんと、すいません。すいません。あ、そう、なんかそうだな。なんか逃げちゃった。すいません。こちらに、すいません。ありがとうございます。あ、自分です。どうも。いいんですか？ありがとうございます。あ、もったいない。貴重です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 、ね。ありがとうございます。本当に神様。ありがとうございます。やった。ということで、美味しいね。美味しい。カチ割りレモン。うち割りレモンでした。すいません。いただきます。ああ、美味しい。氷がいいんだな。うん。うん。美味しい。なんかね、普通にレモンドです。おう。おう。何がキャンですや。何がキャンや。よし、オープン。オープン。はい、まだでした。もう腹減りました。そろそろ。パン。よし、少しついた、少し。少しついた。肺がすごい。え？うん、まあ、パセリだとも言えばいいんじゃない？ちょっといただきますね。あ、普通にでもほら、黒胡椒みたいな感じで。濃い。牛乳足りなかった。はあ、いいパゲだ。はい、今日はですね、なんとね、晴れ晴れね、こちらの南部まで来たっていうのはね、このキャンプ場に来たいのもあったんですけど、隣にいるキャン氏にね、届け物があったんですよ。私ね、先日小川原湖畔の方でね、キャンプさせていただいた時に、ワイハ TV さんからね、キャン様だって何、キャン様ってふざけるなよ。キャンキャンのすごく熱心なファンの方がいらっしゃって、作蔵さんっておっしゃるんですけどね、白蔵さんからね、お荷物預かりまして、本当にありがたい。私の分までね、いただいたんですよ。本当に白蔵さんありがとうございます。ということでね、今日はね、もう早速ね、いただこうと思います。ね、こうやってまでに放送してくれて、お手紙まで、これちょっと隠しとく。読みます。タンタンタンタランタン。タララッタッタラッタ。ジャイちゃん。いつも動画楽しみにしてます。じゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃん。キャンキャンの保護者やめちゃいや、かっこ笑い。だそうです。保護者だ、うん、確かにね。私が隣にいれば変な女は寄りつかないと思いますので。じゃあ、今後もですね、見張りながら保護者させていただこうと思います。本当ありがとうございます。あ、これ本当私普段買えないお酒。日本酒。ジャパン酒でございますね。ちょっとね、ごめんなさい、暗いんだけど、後輩津軽の地酒、これはね本当に美味しい、大好き、ありがとうございます。本当いただきますと、こちらとね、まだあるの。本当にさ、今日ばかりはね、キャンキャンのおかげです。ありがとうございます。白蔵さんの、私ねすごく楽しみにしてるのは、キャンキャンのコメントね、あれ見るのがすごく楽しみで、すごいですよ。あんな熱烈なコメントいただいたらね、本当にさ、嬉しいだろうなってね。すごいいっぱい。ほら、ほんと、ありがとうございます。美味しそう。純米吟醸だって、わお。作蔵さん、いただきます。あ、うまっ。やばい。あ、うまっ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 。これやっぱないと。ちょっと開けつないのに、あ、いいよいいよ。キャンキャンはしゃっくりしながら自分でもらったのに、私にもらいに来ました。
でも違うやつがありましたね。本当。いただきます。いただきます。これこれ。うまいよね。これかなり美味しいお酒だ。これは。これはちょっとさ。ちょっとさ。キャノル美味しいです。美味しいです。どっちの感情ですか。いやどっちの感情じゃないよ。すごく忘れてる焚き火台はやらね。純情な感じです。うん。3分の1の感情な。シャムシェード系。いただきまーす。スーって一生懸命取ってて。いただきまーす。うん、あ、これ日本酒に合うわ。うん、これ日本酒に合うわ。うん、うん、こういうのがいいね、一番ね。これから食べるんだったの。この美味しいジャーキー、これからいただきます。あの真面目に急に黒胡椒がねピリッと効いてて、うん、若干ねこう、あ、黒胡椒です、全部若干じゃないです。お入れてけろ。あの、わかりますこれ。見たことありますよね。え？安物。ああ、安い安い。安くて。ください。すいません。ください。ください。私に。安物飲み。うん。それ、あの、リーズナブルでよく飲んでます。あの、デイリーワインです。ありがとうございます。コロウじゃないよ。カンキャンだよ。カンキャン。あ、じゃあ、あの、交換。あ、すいません。なみなみと。あの、これ、よかったら、あ、脅しちゃった。ちょっと待って。脅してない方やん。はい、じゃあ、はい、これあげる。そのまんま。このまま、あ、うん。脅しちゃっす。あげました。あ、いっぱい何回も脅しちゃった。枯れ葉付き。草。枯れ草。枯れ草付き。これね、すごくないですか、このジャーキー。すごいの。黒胡椒いっぱいついてるの。枯れ草。今日の天気は晴れ。枯れ草。今日の天気は晴れってね。おはようございます。ただいまの時刻がですね、恐ろしいですよ。8時半過ぎております。気温はね今 11.1 度ありまして、もうね寝坊です。完全に寝坊です。これね、なんだかわかんない、あれしたおばけしか使わないから、
うまい。凍るのじゃないの、いくら。あんた食べないじゃん、ヨーグルトは。知ってるんだよ、ママ。うん。まあ。ん？ほ。本当にこう、濃厚。うん。濃厚だけど酸味強くなくて。ヨーグルト苦手な方でももしかしたら食べれるかもしれない。うん。美味しい。